エイジ、間に合ったわね。パガンの放送が始まる。何についてだ。さっぱりだよ。だがすぐにわかる。キラットの市民よ、まずはじめに報告するが、私が死亡したという知らせは完全な誤報だ。この通り、私は生きている。だが人生に変化はつきものだ。そして皆には私を見本に変化を受け止めてほしい。簡単なことではない。だが諸君にはできると信じている。私の周りでも最近変化があった。ミス・ヌーアとポール・デプルールという長年の仲間が退職することになった。彼らの今後の活躍を皆も願ってくれることだろう。そして我々も彼ら同様全身あるのみだ。私の命を狙った行為は変化への抵抗に他ならない。安心したまえ。なぜなら最高司令官で鉱山採掘の統括者でもあるユマ・ラウが暗殺者どもの前に立ちはだかっている。命を捨ててでも私を守るだろう。自由に試してみるがいい。彼女の決意のほどをもう一度言う。変化はいいものだ。受け入れろ。王は生きている。喜べ。そしてユマが見張り役として待ち構えている。かかってこい。挑発してたよな。鉱山よ、分かってるわね。今の第一印象が悪いせいで私がよく代わりに謝ったものだ。あの人当たりの悪さは一種の才能とも言える。君たちともっと仲良くなれればいいが。
せいでパガの意志は揺れ、ただニヤニヤ笑うだけの男になってしまった。あの日から王で亡くなってしまったのだ。ただの壊れた弱い男になった。私は自分を騙してきた。彼は立ち直れと、立ち直らなければならないと。違う。壊れたものは元には戻らない。戻れない。そして私は互いに壊されます。この国にも壊されはしない。そして私はお前にも壊されるつもりは全くないんだ。どこ行った？お遊びがここまで。なるほど。何が欲しいか分かってる。おもちゃはダメ。
アミータ、ユマは死んだ。ドゥルゲスの悪魔を殺したのね。安心してエイジ、次はパガンよ。